こんにちは柏有一の今日のインテリエンスを待たせていただきます今日は裏切り者何時の名は台湾とこういうテーマについてお話ししようとこう思います最近ねいろんな事物の境界線がはっきりしてきたのかなとそういう気がしています例えば例を挙げると、えー、鈴木宗夫議員ね彼はロシア訪問ですごく批判されましたねウクライナ戦争前だったら問題にならなかったことでしょうこれはね。でもこれなんやこいつって言ってタコ殴りにされています もう一人はげましょうか。イーロン・マスクね。ロシアより中国よりの発言がおたまにしますよね。それが痛く批判されています。これどういうことなんでしょうかね。今までに見えなかったねえ、見えない知らない間になんか見えない線がピーッと引かれていて、でそれがまあ、はっきりと誰の目にもわかるようになってきた。そういうことじゃないんでしょうか。やっぱりね、最もそれがね、先鋭的というのが最もはっきりわかるのが売国奴は誰だと。 こういうことですよね。そういうことがだんだん分かるようになってきたんじゃないのかな。誰の目にもね、分かる形でね、はっきりと現れてきたんじゃないのかなと、そう思います。これがね、冷戦の時代ですよね。グローバリズムの時代終わったんですよ。もう敵か味,味方か、そういう見方がはっきりとだんだんしてきたんじゃないか。そういう展開。ね、今日の紹介する台湾の話はひどい話です。ブルームバーグなんですよね。ちょっと読み上げてみましょうか。 まあこれね、中国の、ね、半導体製造を台湾企業がサポートしていたっていうか、ね、下請けに入ってたって、こういう話なんですよね。まあちょっと読んでみますね。これすごいんですよブルームバーグなんですけどすごく詳細な記事でしね。ちょっと読み上げてみますね。えー、中国の通信機器大手ファーウェイが本土南部で、中国本土南部で整備を進める半導体工場網のインフラ構築を、えー、台湾のテクノロジー企業数社が手助けしていると。 中国が台湾に対し威圧的な姿勢を強める中でこうした異例の中大協力は台湾の人々の反,反発を招かない。これ台湾の人だけじゃないですよ。日本もそうだし、アメリカもそうだし、なんや台湾や、何が台湾やとそういうことをみんな言い始めますよね。いや、ひどい本当にひどい話です。で、えー、8月の後半のある日、広、えー、東省深選手の、では午後の強い日差しの中、ファーウェイの支援を受けた企業が 手掛ける完成間近の広大な建設現場で大勢の作業員が働いていた近くの露天所に集まった数十人の作業員たちはヘルメットをかぶり雇用紙の社名と公式ロゴが入った鮮やかな色合いの安全ベストを着ていたブルームバーグニュースの調査によるとこうした作業員の雇用主は台湾の半導体材料産廃再販会社スーエツカギの参加企業で台北に 本省は K&L エンジニアリングの子会社なのだ深市内にあるファーウェイ絡みの別の工場場現工事現場では台湾のエンジニアリングサービス会社、えー、関東修正の子会社から派遣された作業員を特定することができたと。ボロボロ働いてるわけですよ台湾のねあー企業の、うん、子会社って言うんですかそれがね、うん、こう中国本土でね。で 台湾、えーえー、石化構成鍵これ難しいんですけどこう読みたいです台湾石化構成鍵は米国が事実上金融リストに昨年掲載した中国の半導体メーカー2社に向け化学供給システムの構築を受注したとウェブサイト明らかにしていたこの中国2社は、えー、新選手方針局技術と、えー、新ンセン方針微生し 微修、えー、製電路製造で両者ともにファーウェイと協力して半導体製造施設を建設していることが確認されていると,、えー、っとこの、えー、台湾、えー、石化構成鍵はブルームバーグからの問い合わせ後オンライン上の受注説明を削除しただ、うん、ホームページに載せてたんですよねファーウェイから受注しましたってことねそれをは省いたとこういうことなんですねファーウェイによる 半導体サプライチェーンの構築に台湾系企業が関与していることはこれまでも報じられてこなかった総統選挙を来年1月に控えている台湾有権者の怒りを買う可能性もあると。だ言っておきたいで「すね。センの三者と」と中国が自国領土の一部とみなす台湾に対し軍事的な、えー、と威嚇を強め、えー、と煩雑に台湾周辺に軍用機を通す中で 台湾で最も重要な産業である半導体業界の数社が米国の制裁下にあるファーウェイの半導体開発を支援している可能性があるというのは極めて異例な状況だと。ファーウェイが中国製の先端半導体を搭載したスマートフォンを8月下旬に発売すると米制裁措置の効果に対する疑念が浮上と。ファーウェイ及び同社に半導体を供給している上海の 中心国際修正電路製造、ね、SMIC ですねに対する、えー、規制強化を求める声が強まったと米半導体工業会 SIA によれば、えー、ファーウェイは SMIC とは別に中国政府から巨額の支援を受け独自の半導体メーカーの,のネットワークを構築しているとファーウェイだけじゃなくて、ね、他にも半導体メーカーがあってそれネットワークを作っているとこういうことなんですねで、えー、同社は新鮮市の えー、方針日と、えー、新鮮紙方針橋技術で新鮮紙小緯橋技術に、えー、半導体設計を実現するように依頼しているというと台湾国立成功大学の、えー、李中健教授電気,工、えー、電気工程学は台湾系企業の協力で建設される工場の半導体が最終的に台湾を狙う中国のミサイルに使用される可能性があると。 台湾の蔡英文政権が台湾企業によるファーウェイ支援を厳しく規制しないのであれば台湾の防衛について真剣に考えているとは言えないとの考えを示し,したそうなんですよ。結局ね半導体作ることに対して規制しないんだったら今のところ全然規制してないんですよね。ですから台湾は本当ね自分の国を守る気がないんですよ。 いや、ひどい話ですよね。そのね、その半導体を使って台湾を攻めるあのミサイルが作られるんですから、なんかやってることバカみたいですよね。ね自分をこういじめてもらうために、なんかね、無知を製造して、この無知でぶってぶってというね、台湾を待とうか、<laughs> そんな感じがしますからね。いや、ひどい話です。いや、ひどい話です。ほんとひどい話です。で台湾系企業の関与が、えっとえっと、米政府が、えー、発動した制裁に抵触するかどうかは不明だと。 米制裁が全てのビジネス関係を遮断するものではなく米国由来のテクノロジーをファーウェイに輸出することを抑制するものだからだとだから実際全部ねそれがかかってるかどうか分かんないよとこういうことなんですね。アキングループのパートナーで貿易政策を専門とするケビン・ウルフ氏はより詳細な情報がない限りこうした台湾系企業が米制裁に批判しているかどうかを突き止めることは不可能だと見ていると。米国の対ファーウェイ制裁では、 複雑でサプライヤーがどのような技術や設備を用いているのかを正確に把握しなければ、えー、違反の有無を判断することは難しい。でまあ台湾の、ね、経済は台湾企業4社とファーウェイの関係を調査すると発表ブルームバーグの返答に回答した声明で該当地域での活動の理解を得るため各社に接触すると表明したと。 えー、制限されている場合米国の輸出管理措置に注意を払うように命じる,命じるというと遅すぎますよね、自分のところでなんで台湾政府はそういうことを事前に阻止しないんでしょうか。やっぱりこここはおかしいところですよね、えー、米商務省はファーウェイのサプライヤーについてのコメントを控えるとともに同社の半導体開発をめぐり調べている、えー、とする先に出した声明を参照するようブルームバーグに求めたと。 えとファーウェイと L&K エンジニアリングの担当者は複数回のコメント要請に応じなかったそれはそうでしょうね、えー、数越かぎの担当者は中国子会社が、えー、申請・申請し方針日と、えー、排水処理契約を継続中であることを確認し環境プロジェクトは米国の制裁で禁止されていないと指摘した、えー、数越かぎは、えー、方針日の金融リストに、えー、掲載前に契約を結び 半導体装置や材料を供,、えー、供給していないというと、この環境問題だからいいですよとこういうことですねで、えー、台湾石化構成会議は2022年に、えー、方針日の化学供給システムを受注同社の担当者はコメントを控えたと、えー、関東修正は中国子会社が新請し省異教技術の内装改修工事を受注し プロジェクトをを進めていることを確認した関東修正によると、えー、同社と中国子会社は建設業に従事し親会社はウェハー関連製品や、えー、っと設備の製造・輸出を行っていないため輸出管理規定に抵触することはないというと。えー、関東修正は創業以来全ての投資と事業において関連するあらゆる政策と規制を遵守してきたと同社はコメント。投資家の利益と 権利を重視社会秩序と公正利益の保護より優先していると強調したでも台湾企業がねなんかわざわざ中国まで行って半導体工業を作るのを助けうっていうのはやっぱりどこかおかしいですよね頭がくるくるパーなんちゃうかとそう言いたいですねでそれ以外もね、台湾だけじゃないよって話あるんですよ8月にはまたフランスの工業用メーカーエアリキートのタンクローリーが えー、方針日の敷地内から出てくるのが目撃されていると。エアリキードによればどこで事業を行うにせよ同社は規制を全面的に守っていると。方針日に関しエアリキードチャイナは適用される規制を完全に遵守し、えー、米輸出,輸出管理規制の対象とならない製品のみを供給していると説明したと。米財務省は普通財務省は米国の規制についてコメントすることができないとしておりエアリキードは えー、方針日の関係について米当局と、えー、議論していないことも明らかにしたまあこんな感じでね、台湾の企業がわざわざ中国本土で半導体半導体工場ね、こう建設に協力していると。これなんやこいつは。こういうことですよね。これねかなり詳細な記事で長かったですよね。これだからアメリカ人はほとんど読んでると。そう考えるべきなわけですよね。 どうすこんなん守ってもしゃあないやんけっていう議論がねやっぱりアメリカの共和党ですか出てきますよねウクライナに対してあれだけムダ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 ってやってるのに台湾なんか演じるのはムダムダムダってやりそうですよねなんかジョジョみたいになんかねそんな感じになりそうですよね本当にアホちゃうかと思うんですねやっぱアホちゃうかと思うのもう一個ね もう一個ちょっと短いんでおお伝えしておきますね潜水艦技術も実はダダ漏れだったこれ台湾が初めて独自の技術で建造した潜水艦「海魂の機密情報が中国に漏洩していた可能性があるとして台湾の検察が捜査に乗り出した台湾が独自の技術で初めて建造した潜水艦「海魂はの試作の試作艦は先月、浸水式で公開されたと。 台湾国防部は詳しい性能について国防上の機密にあたるため明かさないとしているが建造を指揮した担当者がメディアに対し建造を邪魔する者がいたと述べ潜水艦の機密情報が中国に提供されていた疑惑があるとほのめかしたと台湾の最高検察署は2日、えー、<laughs> 疑惑を補足するように指示したということだと地元メディアによると 日本の国会議員にあたる台湾の立法委員のメンバーも捜査対象に含まれていると国会議員も国を売るとだからね企業もとにかくね中国の協力をする国会議員も情報の漏えい人人なんかねいや役に立つと言ったら変ですけど協力するもうこれはね国会の提を成してないやろうと一時が万事この調子台湾やる気なしこうはっきり言っていいですね でもね、あえて僕はこう言っとは言います。ええんやでって。え <laughs> えんやで、台湾。それでええんやでって。台湾は国家として存在しなくなるよねそれは多分言えると思うんですよ。国会そ義、理由は簡単で、国会意志がないからですよね。ウクライナほどキャラが立ってない。これで,これで、ね、台湾が、ね、国家として存続するか。それはありえない。100%ありえないですよ。 どっかの国に吸収されるまで、えー、この混乱というのは多分続くとそういうことが言えると思いますい台湾はねどうせなくなるんですよなくなる国のね企業がどんなに立派な企業でももうそんなのねもう運うこと同じですわもうそんなのねもうなくなることは決まってるわけですよ国家としてそしたらねそんなところに、ね、腹立たなて仕方がないでしょああどうせ潰れるんやなと思うとったらいいんですよでもねあえて言いますよ永やでと言った理由はね簡単なんですよ やはり簡単でやはりこ台湾がどこのものになるかこれはもう十中八九日本のものになると、うん、これを僕は予言しておきたいとこう思います。 まあ理由はね、またおいおいまたお話しますから、またその時に。でもまあ、もう日本国内になるんだから、あんまり腹立ててもしゃあないなって、まあ日本国内もひどいですからね、スパイ防止がなかったり、防潮期間がなかったりとか、まあ、とんでもない話なんですけど、まあ、それ台湾も50歩、やっぽって感じですよね、でもこの台湾のこの、これはひどいですよね、半導体の話はね。まあでもまあ、今後、台湾がどうなるか、楽しみに見ておきましょう。 僕は、ね、小籠包がね、えーこう、パスポート抜きで食えるようになりたいというのが本当にね、僕の夢なんですよ。だから、数年以内にぜひ、えー、台湾が日本のものにならないかなと思って僕はすごく楽しみにしています。まあ、こんなこと言っても仕方がないですからね。じゃあ、今日はこのぐらいでよろしかったよ、日本包丁。そして、チャンネル登録をお願いします。そして、あのサンクスね、本当お願いします。本当にね、もうサンクスにかかってますんで、ぜ、え、ひ、ー、お願いします。じゃあ、今日はこれでおしまいしますね。